カエルの王女様、あの鐘を鳴らすのはあなた。さすがに天海姉さんの歌は聞き応え十分だったんだけど、はい、やはりミュージカルっていうのはテレビで見るとどうも迫力に欠けるというかね、そうですね、物足りないというか、と、はい、いうのも実際に天海祐希が出ていた劇団新幹線の舞台、はい、バラと侍を見たことがあるんだけど、うん、遠目からなんで天海祐希の顔がはっきりと見えるわけじゃないんだけど、でもあの口からこの声が発せられてると、はい、実際には PA を通してっていうことも分かってるんだけど、はい、まあそれが臨場感というか、うん、僕もね何度かこうミュージカルは見に行かしてもらってるんですよ、うん、やっぱりミュージカルの良さって大きい舞台でね、うん、音がスタッと伝わってくるじゃないですかね、うんうん、それがテレビになるとやっぱどうしてもこう見た目的に広い舞台で歌ってるっていうのは分かるんですけどね、うん、やっぱその音の伝わり方とか、うん、まあ、生とは一緒にしたらやっぱりダメですけどね、うんうん、その辺はちょっと寂しかったですかね、うん、まあそのあたりがミュージカルではないんだけど、ショークワイアというのを取り上げたこのドラマにおいて、果たして視聴者にどういう風に映っていたのか、うん、で実は本当に久しぶりにあの方からメールが届いた次第で、はい、お久しぶりです、孝太郎です。震災前後に PC が壊れ、仕事も忙しくなり、そのままポッドキャストも聞かなくなったのですが、最近またドラマを見始めました。これからもたまにメールをお出ししたいと思います、はい、ところでやはりコンクールの注目ドラマの一つは天海さんのカエルの王女様ではないでしょうか、うん、天海さんといえばボス、女王の教室、演歌の花道、そして離婚弁護士とスペシャル化されている代表作が多数あり、それぞれキャラも立っているのですが、うん、また新たな役に挑戦のようですね。当然第1話も見たのですが、なんかデジャブ感というか、どっかで見たな感を少し感じました。最近私はアメリカドラマをよく見ているのですが、その影響がかなりあるのかなと思います。まず毎回天海さんや他のキャストが歌うとなると、あの人気作グリーン、そしてファイヤーという通知はバーンノーティス、そして映画のコーラスライン、ついでにこれは日本のドラマですが、天海さんのことをコーチと呼ぶのは、私が一番大好きなドラマ浅野敦子のコーチを思い出しました。脚本がキーナ、働きマン、ナース葵の吉田智子さん、映画では僕らがいたの脚本も書いています。天海さんのドラマはあまり外れることがないので、注目して見ていきたいと思います、はい、ということで、うん、本当に懐かしの孝太郎さん、うん、僕は初めましてですけどね、うんうん、とにかく、うん、天海祐希だけに期待大と。そうですね、うん、僕はね天使にラブソングを、うんうん、コーラスあったじゃないですか、はいはいはい、あれがちょっとこうちらついてまして、うん、で大島優子さんがやってたあの小さい声を出す役の子を見てたじゃないですか、うんうんうん、で元歌手がね、うん、無理やりコーラスを教えさせられるんですけどね、うんうん、それもこう逃げようとしてるけど結局教会から逃げられへんみたいなんで、うんうん、教えていくと、うん、で素人に教えてちょっとずつ歌が上手くなるとうんうん、うん、ちょっと似てるかなって思いながらは見てたんですけれども、でもまあこのクールがね、うん、こう推理もんが非常に多い中、うん、まあ、歌ですから、まあ、ちょっとよそ見しながらでも見れますし、うん、一生懸命見いひんでもっていうのも変な話ですけどこうのんびり気楽に見れるっていう部分では結構好きでしたね、はい、でまあ何より一緒に歌えるようなね、うん、はい、そんな馴染みの曲っていうのがこれからもどんどん出てくるっていうことであれば、はい、楽しみだし、そうですね、うん、ブームの風になりたい、よかったですもんね、うんうん、ということで、はい、気になる視聴率の方なんだけど、うん、なんと9.0、 あら、まさかの一桁。まあちょうど1年前にこの枠で放送された天海祐希主演のボスセカンドシーズン、はい、これの初回が 16.3 だっただけに、うん、フジテレビとしては大誤算っていう感じなんだろうけど、うん、ただ視聴者的には納得っていう感じも少々あって、そうですね、ありましたね、うん、僕思うのはね、このカエルの王女様っていうタイトルがね、なんかこうカエルイコールコーラスというイメージってこんな内容ですよって知ってたら別ですよ、知らないと、うん、なんかケラヨンぐらいしか出てこないんですよねそれがちょっと損するんじゃないかなと思うんですけど、はい、それとまあこんな感じかなと思って見てみたら案の定そうだったっていうのが、はい、これ途中でチャンネルを変えてしまったっていう要因になってるのかもしれないし、そうですね、それからもうどうせカエルや言うてるんですから、うん、大島優子さんもね、天海祐希さんも全部含めてみんなカエルの着ぐるみかなんか着てみてもうてねわーっと大騒ぎしてもうたら、うんうん、見てる方楽しいんじゃないかなと思いますけどね確かにね、はい、AKB48 結構着ぐるみもこなすし、はい、それと天海姉さんもボスセカンドシーズンの時はピーポくんみたいな着ぐるみ着さされてたし、はい、意外と喜んでやるかも、そうですよ、まあ、いずれそういうチャンスがあるかもわからないですね、ね
ところで、はい、キャストそれぞれの役どころに関してのコメントが公式サイトのトピックスに載っていて、はい、AKB48 大島優子、うん、今回このお話をいただいたとき、本当に私にできるのかと考えました。私も真昼同様歌が好きですが、そんなに得意じゃないんです。でも歌を大好きな気持ちだけは誰にも負けないという真昼に共感し、ぜひやらせてくださいと言いました。レッスンは本当に楽しくて、作品に関わり始めてから歌を歌うということを今よりもっと大切にしようと思いました、はい、真昼が夢を追いかけ成長していく姿と、シャンソンズが頑張って団結していく力を皆さんに届けられたら、片瀬奈々、歌って踊ることが私自身大好きで、まさかそれをドラマでできるとは思っていなかったので、とても嬉しく楽しみです。ボイストレーニングも重ね、現場の雰囲気は温まっていて、すでに仲間感のようなものがあります。超頑張っているので、日本中に旋風を起こしたいです。玉山哲司、またボスに続き三つの監督や天海さんとご一緒できることを嬉しく思っています。再生がテーマのドラマです。今元気のない日本の活力になるようなドラマになれたらと思い、その歯車の一つに僕もなれたらと思っています。光を表現するときには影が必要となると思うので、僕は影という役割を全うして皆さんが光るよう精進したいと思います。ということで、カエルの王女様、これからもしっかりと見届けながら、砲弾の方は隔週ぐらいにしたいと思いますね。はい、